い天気だな今日は。寒いけどね、結構寒いですよ今日。はい、どうもどうもどうも。だいぶね、寒暖差もこうなんか詰まってきて、少しね、春の足音なんかが聞こえてきてる感じじゃないですか最近。まだ寒いですけどね、いかがお過ごしでしょうかと。で、今日なんですけど、まあ、日今日はいわゆる休日なんですかね、町は。で、休日出勤、まあ休日出勤違うな、別にあんまりこうカレンダー関係ないんで出勤動画じゃないんですけど、バッテリーがですね、もうちょっと遡ると、今このカメラが GoPro Hero 4ですよね、のシルバーなんですけど、ちょっとね、その一緒に買った時のバッテリーが2つついてて、まあ両方とも別に普通に使ってるんですけど、1個がね、まあちょっと写真載せてみますけど、こうちょっとね、おめでたな感じでね、触ってみるとね、そんなに違いがないんだけど、僕の中ではちょっとおめでたなんじゃねえかと、1個がいうのがあってですね、Amazon さんのところで、まあ言ってもこれも8年もっとそれぐらい前のカメラなので、まあもう今更 GoPro Hero 4のバッテリーもねえだろうと思ったらですね、これそこはインターネットはやっぱりあるんですよ、まだいくつかで、ポチッとなして、まあ手元に来ましたと。で、今日はその新しく買ったそのサードパーティーのバッテリーのね、試験をしようと思って、まあ距離的にも通勤でね、ちょっとやって残しておこうかなと、はい、いう感じでございます。意外にそんなに高くなくてですね、まあこなれたサードパーティーの値段でって感じで、途中からね、結構、ま、もうなんかこう風景みたいなところだけは回してるんで、どうでしょう、時間的には何十分ぐらいだろうな、まあもう20分ぐらいは回してるので、こっからね、まあ1個ちょっと電源がどこのタイミングで落ちるかっていうのをこう時間を計りながらね、という感じでございます。はい、休日の都心はこんなもんですよね、土日とかああいうこうなんか並んでるのはちょっとよくわからない、都市鎧塚っていうお菓子の先生のやつですよね。やっぱり GoPro Hero 4 Silver って使ってる人多いんですかね、ちょっとわかんないですけど、まあ結局ね、さ、画質はソニーの方がいいですよ、はっきり言って。僕ソニーの色味結構好きなんで、ソニー中ではないですけど、ええ、ソニーの色味結構好きだからいいんだけど、まあいかんせんね、もう製造が終了してしまってるんで、まあこの大概案をね、何か考え、まあ当分まだ元ブログもなんやかんやと続けていければなと思ってる次第なので、もう一回ソニーのねバッテリー買ってやるか、で GoPro Hero 今は何でしたっけ、11でやるか。そう、難しいとこだよな、なんかな、まあだいぶね、アゴマウントのこのなんかこう画角っちゅうかね、だいぶ慣れましたよ。一部ね、やっぱりこうハードコアなバイブレーション抑止機能がないので、ソニーはすげえなって、全然ブレなかったでしょ、このプルプルプルっていうのは。そのプルプルちゃんがね、やっぱりプルプルちゃんしない方がいいなと思うんですけどね、悩みどころですよね。はてさて、どうしたもんだか。いや、だいぶ日が上がってきて、いい感じですよ。つうかね、ちょっと今ね、バッテリー見たら50分弱ぐらいは回ってますね。で、今まだメモリ1個残ってたんで、このね、バッテリーは良かったんじゃないですか。まあただね、ちょっと個体差あるからね、こういうの何とも言えないんだけど、何とも言えないけど、今の時点ではいいような気がする。はい、そういうわけでね、思ったよりサードパーティー製バッテリー性能良くて、まあ今日なんか寒いしね、そんなに回んねえんじゃねえかななんて思ったんですけど、まあ交換しようと思ったけど、まだ一メモに残ってたんで、まあまあまあじゃないかなって感じですね。はい、使いながらこなれてくればまたちょっと変わってくるのかもしれないですけどね。はい、まあ意外に手頃な値段で買えたんで、またちょっとね、しばし GoPro Hero 4と、まあもちろん S300 の方も使おうかなと思ってますんで、まあその併用でね、また元ブログの方を続けられればなという感じでございます。はい、そういうわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録いただけると嬉しいです。ありがとうございます。
なんかね、こう春が近づいて鼻がムズムズ詰まったりしてるのってこれなんですかね。はい。というわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。